よーい、はい、僕モテ YouTube。 よいしょー。この YouTube チャンネルは映画監督ゆりえゆうプレゼンツの映画という構成コンテンツ、いやもはやメインのコンテンツとして映画をざっくばらんに語っているコンテンツとなります。はい、まずは自己紹介いってみましょう。僕らのモテるための映画晴天メルマガを主催しています映画監督のゆりえゆうです。はい、の小牧祐介です。はい、お願いします。執筆陣で俳優の亀渚です。ラッパーの上鈴逆襲です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあまあ映画の話を毎週してますが、はい、今回テーマ何でしょうか。好評につき第2弾、はい、AI 崩壊の出演者、はい、岩田貴則くんを語ろう。いやー、山田さん人気がすごくて、僕もで YouTube では今初めて、ええ、1万回やる、そう、ダントツのですね。でもすごいな、すでにそのことが語りがいだと思ったわけ。いや、すごいですよ。やっぱり人間っていうか、スターってすごいなって思うわけ。僕らの YouTube を一応2019年から始めてきたじゃないですか、はい、でずっとこう、微増微増でどなたが見てくれてるんだろうと思ってたんですけど、1万人の方が、超えた方がガンちゃん会を見てくれたということで、うん、いやすごい、これがスターだなと思いましたね。まあまあまあ、やっぱりその恩恵に預かってていいんじゃないですか。まだね、公開まで、 AI 崩壊公開まではね、全力で、あ、そうですよ、広めていきませんから。何から語りますか。前回何語りましたっけね。前回はそのガンちゃんっていう人が、うん、あの今回僕は一緒に仕事を初めてして、うん、どういうキャラクターの人だとか、うん、どういうメンタリティの人なのかみたいな話したじゃないですか。うん、で、まあ、あと元々ね、そのスペックが僕らと違うとかそうです、あの小牧ゆるすけさんとは全然違いますねみたいなとか、そうですね、エニート、天才っていうものを演じるんだって、うん、俳優ってかなり問われるなってのがあって、うんうん、何が問われるかっていうと、もう現場でどうこうじゃなくて生き方が問われるって話をしたんですよ。ああ、そうでしたね、確かにね、うん、普段から何を着てるかとか、どういうチラッと触れて言わないでください。いや、俺だってスターウォーズのチラッと、ガンちゃんこれ着てないもんとか、なんかそういう普段の生き方が出るんですけど、どうですかねみたいなことを話したんですよ。そうですね、家庭現場のことだったりとか、そうですね、うん、あとやっぱり言うとね、さっきちょっと打ち合わせ一緒に出たんですけど、衣装合わせの時にガンちゃんのメガネどうするかって、そう、それすごい聞いたので、それこそ裏話じゃないですけど、いっぱいメガネって種類あると思うんですし、確かにそう、これもメガネです。そうそう、衣装合わせ行くとやっぱりメガネは結構重要ね、結構キャラクター性変わる、ね、そうだよね。そのギャングースの時いっぱい用意していただいて自前になったりしましたけど、今回のメガネはどういう、感じで決めたんですか。今回はやっぱりそのね、うん、持ち道具さんとか装飾部さんってこういろんな部署の人がいるんですけど、その担当の女性の方がいくつかっていうかなりの数用紙を入れて、うんうん、でね、このガンちゃんのかけてるメガネよく見るとね、フレームとレンズがね、確かに不思議な作りになってるんですよ。ちょっと変わった作りになる。皆さんパンフレットよくチェックしてください、それからあの公式サイトでちょっとここが、うん、あのね、ふわっと浮いてるんですよ。あ、本当だ、ちょっとだけ、なんていうんですか、上の部分が、ね、ここの部分と、あとね、フレームの上とこのね、ツルの部分も若干ちょっと、ね、これちょっと未来的だし、あとね、ガンちゃん演じる桜庭理事官っていうのは、あのアメリカの MIT 帰りっていう、 MIT ってあの、まあ、マサチューセッツ工科大学、よくハリウッド映画出てくるじゃないですか。出てきます、頭がいいやつみんな言ってますよ、ね、そうですね、うん、MIT 帰りっていう設定にしたんで、あの警察組織ってちょっと旧態依然としたとこあるんですけど、ちょっととんがってるところを作りたいっていうんでこのメガネにしたんですよね、このフレーム。なるほどね、でも未来感はすげえわかる。で、俳優ってなんかこうメガネ一つで気持ち変わるじゃないですか、そこら辺も多分ガンちゃんはこれが割とフィットしてた感じだったんで、あ、これできますか。そう、でも確かにね、すごい似合ってますよね。で、普通の人が見たら違和感ないんですよ、よく見るとあれ、ちょっと奇抜だなって。なるほど、何分になった時にもしかしたらそれがはっきり形が分かるかもしれない。多分俺なんかかけたらね、まずあいつへ、なんだ変なメガネかけてるんだ。似合う似合う大事そうですね、なるほど、いいメガネなんでしょうね、これね。いいメガネですよ。だってさ、天才捜査官がさ、変なメガネつけらんないもんね。つけらんない、やっぱり、ね。いや、何人かね、映画の中に天才出てくるんですよ。ああ、そう。まあ、もちろん大沢さんは天才ですけど、大沢さんはもう家庭を持って、あの一線を退いたみたいなんで、
そういうファッションなわけだし、うん、あともう一人その AI 系の天才でいうと黒田大輔さんっていう方が出てきて、ああ黒田さん、黒田さんも天才側なんですよ、うん、なるほど、うん、黒田さんはどっちかっていうと菓子パンをポケットに入れてるタイプの天才この3人とも天才つながりですけど衣装全然違います、全然違います、全然違くて、それこそポケット入れてる黒田さんはポケット白衣のポケットに入れたりするんですよね、うん、菓子パン入れて、菓子パンはね、入れる監督もね、撮影中によく食べます一回裏回り俺の兄がさ、最後のやっぱドラマの時かな、すげえ疲れてて飯食う暇もない時に、うん、高弘が菓子パンくれて超嬉しかった中学生みたいな話菓子パンで喜ぶ大人やばいでしょこういうポケットに入れてねで、手だけ突っ込んで、パンをちぎってバレない、バレないバレないバレたっていいじゃん中学生、授業中にバレないみたいなそういうタイプではないですね、今とは違いますねあとやっぱりね、こうスーツなんですけど、ジャケットと中のこうタイツじゃないベストとこの外し方によっても疲労度って出せるんですよ、そういう意味で言うとベストを着てるんでガンちゃんがどこでそのジャケット脱いでベストだけになるかとかもう本当にね喜怒哀楽をあんま出さない役なんで、うん、逆に、うん、動きっていうか、そう装飾とか、で面白あれベストになったなとかっていう時に何か気づいてもらえるといいなと思って、うん、じゃあ俺の予想ね、俺見てないから、ええ、やっぱすげえやばい時に1回メガネ外して目拭くみたいなやつやっちゃう、やっぱり1回メガネを取るっていうやっぱり、ええ、ピークの時やるんでしょうね、ええ、確かに、うん、メガネは1回ほらほらほらこんだけ語ったメガネだから外すシーンはねどんなシーンか注目してるだから天才が外すとしたら多分こうまず天才から入ってるじゃんと天才が外すとしたら、うん おはよう眠いだけじゃねえ眠いが朝8時ぐらいです、これのこれやるんじゃないですか多分それちょっとそれ疲れてるでしょ、ええ、なんかキャラクターを補完するためにやるわけですよ、ええ、ああなるほど、うん、どっちかというとそのエリート捜査官であるっていう佇まいの方を際立たせるためにやるってことです、ね、だから映画の中に一回、外したっていう瞬間があるんで、それね、言われないと見逃しちゃうとこなんで、今いいと思います、すごい。やったぜ。これで見る前に想像するの超楽しいから。そうなんですよ、ね。もう見ちゃったらできないですからね。どうなんですか、やっぱそのハイアンドローンの時とかも。僕らで言うとね、山田孝則さんはハイアンドローが印象強いですけどね。強いですね。映画版は全部見てるんでね。でもあの時もちょっとエリート感あったじゃないですか。コブラ、いや、コブラはどっちかというとね、ちょっと若い跳ね返り的チーム立場、あ立場っていうから、ああなるほどね、うん、ちょっと若さゆえに、うん、ちょっとこう やっちゃうみたいな、うん、先走っちゃうみたいな、うん、そうよりなんか友情大事みたいな、うん、身内で割と厚めの超熱いキャラみたいな、まあ、そういう意味で言うとジャンプ的なキャラクターだよ ね、 そうね、だとしたら正反対のキャラクターですね、うん、ああそうだね、うん、でも今さ、サッとウィキペディア見たらさ、イグザイルに合格したのは、ね、2014年なんだって、えあそんな最近の話なんですね、6年前ですね、そう2014年4月27日、そんな最近と思わない、あと割とハイアンドローってその後すぐだもんね、すぐ、うん、もうすぐ出てすぐ人気ってこと、うんうんうん、すごい、あ、そうなんだ、でも LDH はその前からいたってことでしょ、いやでもね、それまではあ、でもなんかリハーサルに参加したり、あ、うん、でもそうだね、あのゼイゾールブラザーズに決定したりはしてるみたい、うんうん、まさかもう少し前から、いや、俺ね、やっぱりね、こう普段あんまり撮影前にその俳優さんのことを深く知りすぎると、緊張しちゃうし、ああ引っ張られるんで過去の作品に、まあ、見ないようにしてるんですけど、うん、ガンちゃんだけはちょっと招待してもらって、EXILE の方のライブ行ったんですよ、どこでやったんですか、それは東京ドームですかね、でまあすごいですよ前回そのカメリサが前 の、 そのガンちゃん会で言ってたんですけど、やっぱり大勢がパッと中で一人だけ目につくんですよ、その拍手は前回言ったけど、俳優だけやってたら多分そうならないですよ、ステージに立ってるからね、ステージに立ってるミュージシャンの人だから多分そうなるんですよね、うん、
だから俳優って結構こうカメラの前の人じゃないですか、うん、ミュージシャンってやっぱこう大勢の目にさらされる人なんで、ちょっとね佇まいが違うなと思って、だそのまあ EXILE のライブ見に行けたのはすごい良かったですね。なんかですよね、あの大型モニターにさパッと抜かれるときなぜかカメラ目線になってるみたいなさ、そう、しかもその目線、目がねすごい変わるたんびに違うんだよ、ちょっと鋭い時もあるし、もちろんガンちゃんの有名なスマイルもあるし、っていうのがほんとね1秒ないぐらいだよ、その切り替わりスイッチング、まあ、いろんな面部映してるパッて変わった瞬間にもう、じゃねえよ、もう伸ばしてる、伸ばしてるよ、もう、もう伸ばしてる、何なんだろうな、その才能。でもやっぱそれステージに拍手もいっぱいやってるから分かるけど、出てくうちに、まあ、ずっと出てるからもう染みついてるんでしょうね、しかもこんなね大規模なステージずっとやって、っ、ね、ちなみにハイアンドローのガンちゃんで一番好きなシーンはどこなんですか？結構燃えるのが、なんか結構若やっぱ若い立場的に、あのキャラ的に若いキャラで、であの先走って捕まっちゃったりするのを助けてあげるのが EXILE の超先輩方が助けてあげるみたいな、なんかねこの辺のね指定関係っぽい感じの、あのこの実際とこう地続きなのかこの関係はみたいな、その萌えポイントがねあるんですよ、はい、先輩超えなきゃいけないみたいなやつがあったりとか、一応後輩として、そう、あと同期は同期でやっぱりあのちゃんと友情がこうあってとか、なんかね、あの特にだから多分岩瀬すごいまっすぐな人なんだろうなっていうのと、あと何よりねやっぱね、これはエグザイルもちろんグループの人全員に言えることですけど、まあ体が動くんで、いやすごいですね、アクションがねすごいんで、すごいです、そう、ダンス、これはね、そう、やっぱダンスのたまものパフォーマンスすごいと、ほんとそこよね、うん、いやでもね、今回 AI 崩壊の中ではそこを完全に封印してるんですよね、なんかそんな気した、ね、身体性みたいなの、うんうんうん、そのアクション的なものはないんですよ、まあね、うん、ないんですけど、ね、この前一緒にあるテレビ番組出て、日テレの番組なんですけど、その番組で番宣した時に喋ってて、岩田さんどういう風に役付けされたんですかって言ったら、あの顔とかで振り向かずに目で振り向くっていう風にしたって言ってて、要するにこう何ですかってこう振り向いちゃうと軽々しさが出ちゃうんですよ、はい、目で振り向くことによって、自分のキャラクターの重さが出るっていう、メニュー分かります？あー分かりますね、これね、ちょっとやってもらって、ちょっとそれね、これね、だから身体性があるから逆にできるんだなと思った。あ、普通の身体能力の人だと普通に、多分コントロールできないんですよ、うん、普段ガンガン動いてるから、逆にセーブするっていうのができるんだなと思って、じゃあそうだ、それコントロールするみたいなのは、まあ本当に普段にフィジカルを非常に使ってるから、逆に小さい動きが制御の方も効くってことですよね。多分ね、あのベストキットの宮城さんが、ほとんどもうおじいちゃんですよ、でも強いじゃないですか、ここら辺乗ってたりで、あれと一緒だと思うんですよ、最初最初最初が難しかったりする。このシーンでこの私あのゆうたさんとご一緒だったんですけども、ずっとスッと立ってるんですよ。で実は撮影がものすごい寒かったんですけど、その寒い中で本当にいい姿勢のままずっとその自分のテリトリーだけいるんですよ、でもあれってやっぱり寒いと体動かしがちだし、フラフラしちゃうところ、今考えるとよくあんなにスーッと立ってられるなっていう姿があるので、全身映った時はぜひ見てほしいです、やっぱ小牧さんとかだと貧乏性しちゃうんじゃないですか、寒いなっつってこう、だからいやいや、もし俺がエリート捜査官の役だったらしません、しません。ただね、俺は多分エリート捜査官の役をやることはね一生ないんじゃない、黒田大輔さん側はあるかもしれないですけど、カスパン、カスパン入れる方ね、違う、さんよ。ただエリート捜査官ってやっぱね、何もやらないことが不安になって多分やったりすると思うんですよ、ああ色つけちゃうっていう、そう、それでいうと最初の話に戻ると、メガネを外すって1回しかしてないのはすごくないですか、結構ここでもやっとこうかなってだんだんやりだすと毎回やることになるじゃないですか、ほんと1回しかしてないんですよ、それ監督の演出、いやいや、演出っていうか、もしやったら止めようかなと思ったんですよ、あの後半であるんでって言おうと思ったんですけど、やんなかったんで、じゃあここでやりましょうかって、チョイスされてるじゃん、俳優ってやっぱ不安になってくるんで、あのいろんなことやりたがる人っているんですけど、あ、まあそうですね、全然そこら辺がねストイックなんですよね、例えばですけど、なんかこう貴重な演出を出すときに、
机に座る前にこうやってこう見るだけ一瞬目がないでしょ、そういう芝居、そういう芝居ない一瞬目さんじゃん、わかりますよ、刑事が外見るときにブラインドを貸してる、逆にやりたくなるけどね昭和そういうのやるとなんかこう手垢のついた表現になるから全くやんないですよね。ああなるほどね、まあ、だ神経質な人がやりがちな仕草って結構 ありますからね、こうしたりこうしたりこうしたりこれが多くなったりとかは、まあ、確かに分かりますね。小毛さんなんか今までやっちゃって、後で後悔した表現ってあります？これちょっと足したなって。ああ足しすぎたね、やりすぎちゃった。あの最近ちょっと減ってきましたけど、一時期はタバコ吸うっていうシーンって、はい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 、そう今はなんかね割とコンプラ的にだんだん減ってきたのかな、昔は割とあったのね。でタバコ吸うはね結構なんかね、あの何回かあるな、これちょっとやりすぎたかなみたいな。吸い方とか、そう吸い方とか消し方とかって意外とやっぱずっと吸ってたから自分でやってて気になっちゃうのね、うん、逆に逆になんかその逆にリアルに吸わなきゃとかって思っちゃうと、なんかそれはそれでうまくいかなかったりとかね。そういう意味で言うとね、今回のガンちゃんはあの映画を通して何かを手に持つってこと一回もしてないかもしれない。ああ。だから極端な話こう立ってるだけ、何やってんの。だからすげえ不安じゃない。でもそれができるは相当やっぱり弾力がないと、あのプラスちょっと現場行ったけどさ、グリーンバックばっかなんですよ。そうですね。そうなんですよ。よるめないのよ多分。ここに何が出まーすって言って大きい何か出ますよ、はいよーいって言って、よーいじゃねえよって俺は思うけど。でもそのよるめなさの中で、で何もせずに立ってられるっていうのはすごいですね。手、ほら今さ手を組んだりするじゃん、しポケットに手を突っ込んだりしたくなっちゃうじゃん、っていうことももう最小限しか許されないから、ほんと立ってグリーンに向かって芝居するしかないんですよ。すごいストイックじゃないとできないなと思って。むずいね。なんか何を、まあ、頑張ることすら頑張れないって言うのさ。一応ね、あの彼らも捜査官で人間なんで、そのフルでね24時間働いたら疲れるから、こう休む椅子とかも用意してあるんですよ。あの芝居で使えるように。なるほどね。でもやっぱりやっていくうちに座ってる感じじゃないよねみたいな感じになって、一回も椅子の方に行かなかったし、机の方でこうやってこうみたいな芝居もしないし。なるほどね。なぜこうはなかったんですか。ないですない、だからそういう意味で言うとやっぱり本当にストイックだと思って、自分が今何をしたらベストかっていうの分かってるんですよね。もう悔しさすらないね、なんていうの、男子としてやっぱそういうキャラクターの方向性みたいなのは現場のその打ち合わせしないです、もうな、ま、とか、ま、なく、ないです、ないです。だから本当に脚本読んで、あと雑談してる中で、彼が掴み取ってでずれたら突っ込むし、ね、ずれたら言うけど、ずれなかったらいませんよっていうスタイルなんで、一回もずれなかったんですよ。ちょっと今例えばよく時代劇とかあるんですけど、猫背すぎて立派に見えないからちょっともっと胸張りましょうかとか、そういうのあるんですけど、一回もなかったです、ガンちゃんは。それって監督的にもうそれは別に不安もなくそのままいけたってこと。いやだから毎回チェックしてましたよ、ここ本当の揺らぎみたいのは、どっかにやっぱ必要なシーンってあるんですよ、その操作がうまくいかなくて行き詰まってたとかの揺らぎをどのくらいするかとか、そういう時はすごいガッて見てましたけど、やっぱそこ言う必要なかったんですよ。すごい。まあ、あとね、やっぱりこうあるラストシーンの方の長いところがあるんですけど、そことかも脚本を結構当日ぐらいの感じで渡したんですよ、直して、ああ直して、でもそれも完璧にハトマイっていうですし、そういう意味ではポテンシャルのそこはどこにあるのか見たいなと、逆にね、もっと追い込んだ、どうなるのかって、役として、そういう役で使ってみたいなとかって思っちゃうよね。だ今回は割とクールでクレバーな役なんで、そこまでこう肉体的に追い込まれてないんですけど、それこそハイアンドローとかね、もうちょっとなんですかね、逆に今回の大沢さんみたいな役とかって、どこまでいけるのか見たいなと思うんです。って思わせてくれる俳優とかね。そうですね。そういう意味で言うと、あの埼玉ラッパー3のマイティみたいな役とかね。精神的にも追い込まれていって。精神的にも追い込まれて。このボロボロになったガンちゃんがどういう顔を見せてくれるのかっていうのを見たい気がします。見たい。見たい。それは見たい。ファンの方々も見たい気がする。そうですね。まあいいじゃないですか。でもあのツイッターでもこの YouTube
のリツイートしてくれてましたね、岩田さん。ああそう、あれ監督が多分アップしたツイート。俺がアップしてこれあの映画のオフィシャルの宣伝も行われるかなと思いながら、そろそろツイートに書いたのがガンちゃんもリツイートしてくれて、恐れ多いですみたいな。あら、いやでも勝手に俺らはそうやってだけだからね。ほんとね、一応ね、監督がいるってことだけが免罪なわけ。最悪こいつのせいだから。取られたまあね、うん、ノラだからこんな。一回でもね、あのね、クランクアップした直後ぐらいにね、2人で撮影現場で撮った写真をね、インスタグラムにアップして、うん、それをね、ちょっとね、あのタイミングが早すぎて、うん、あ、まだだね、ガンチじゃなくて映画の宣伝も、あ、まあね、そう、まあ、あるからね、宣伝だと情報出しの順番とかタイミングがね、ガンチのこのキャラクターってビジュアルまだわかんないわかんないのに、あ、そっかそっか、俺がインスタ上げちゃってすぐすいません、すいません、そうだからね、から本当はさ、あんなに何万だ、でも何十万人ってフォロワーいいんじゃない、その人のツイッターってさ、多分本当は事務所的にも超管理するものって、まあそうね、変なことやったら影響でかいし、宣伝っぽいことって本当はあんまりできないはずなのに、そこら辺のコントロールも自分でできてるのすごいですね、なんかそれがね、すごくね、いいチームだったんだなって旗から思ったし、最近よくテレビ出てるじゃないですか、皆さんその番宣的に、うん、それもなんかね、みんな楽しそうとかね、うん、キャストも仲良さそうとかね、そうなんですよ、大沢さんとカク君とガンちゃんとか3人でよくいることが多いんですけど、うん、やっぱね、すごいいい距離感で、ね、なんかあの、なんかね、本当に、なんだろう、久しぶりに再会した同級生が喋ってみたいな感じで、そうだよね、撮影終わってから、まあ、1年とか経って、そうね、ベタベタしないけど、あの距離も離れてないっていう、なんかすごいいい感じなんですよね、そう、駒木さんがよく言うように、なんか業界裏話とかそういうの一切ないですよ。いやいや、やめてください、人聞きもないそんな。だからね、期待だけ超膨らんでますよ、俺は。いやでもね、その距離感が、この映画の中でなんかこう、いい風に働いたんだろうなっていうのは、多分映画見てもらえればわかると思う。なんかそれぞれが多分ね、リスペクトする感じもわかるんですよ。あ、うん、まあ、またなんか全キャラ違うしね。そう、違うし。うん、それもまた見やすかったりします、うん、で、それぞれの見せ場もちゃんとあるんで、ね、いやこんな感じで、いや、はい、楽しみですね、ね、改めて映画崩壊、はい、1月31日、はい、僕らがガンちゃんとこのメルマガチームで飲むこととか、なんかあったらいいね、あー、そんな余裕だとか、何喋る、何喋る、ガンちゃんと、うん、いや、何喋ろうかな、でも映画結構見てるから、そうだ、うん、その、全然悪魔を見てる話とかもして、音楽の話、音楽の話もしたし、で、今ね、これもウィキ情報だけど、うん、ガンちゃんがダンスを始めたきっかけってライズって映画なの、うん、クラブの音で、すごい僕、これで始めたみたいなって、ほら、僕も見てますよみたいな、ほら、そういう話できるじゃん、俺も、ね、俺もあのヘレディタリーの話はできるホラータンタン、そうそうそう、ホラータンタン、そう、だから実はすごい男の子っぽいっていうかさ、まあね、あの、オタクっていうか違うけどさ、男の子っぽい趣味もちゃんと持ってるっていう、多分漫画も好きだし、やっぱ表現全般が好きなんだと思うんだよね、それはね、すごい話したですよね、いいですね、夢がありますね、すごい、言うだけだな、飲もうよ、いつだって俺たちは飲めるそうですね、いや俺もね、今まで自分から俳優と連絡先を交換することはなくて、まあ、確かにあんまりね、イメージないですね、向こうから教えてくださいって言われて、あらー、うん、この年になっても自分が言えない、うん、あ、でも逆に言うとさ、仕事したりすると言いにくくない？いや俺別に仕事しなくても会って交換しましょうって言えないいきなり必要に迫られないとダメだよね、だあの用事があって、まあまあまあ、連絡しましょうとかさ、そういうのがないとね、いきなり飯行きましょう、連絡先とかってやっぱなかなかなんないでしょ、うん、ナンパみたいになっちゃう、わからないですよまた SNS あるからね、なんか、うん、でもまあなんかこうやっぱ単純にね、映画好き音楽好きとしてなんか飲めたらいいですね、うん、いやそれはすごく執筆してくれればいいじゃん、やばやば特別な人だよね、それは読みたいですよね、ちょっと宣伝の人言ってください、一応読者さん結構いますからねスペシャルトークちょっと一本お願いしてみませんか、メディアとして岩田さん見る映画のガンちゃんがでもね、映画のドキュメントとかあったらロフトプラス30絶対入れてないあのコアの場所にあ、じゃあまあ、はい、1月31日公開になりますんで、はい、で、あとその後2月8日、はい、
それを語るイベント、まあ、はい、このね、岩田さんの話とかも出るでしょうけどね、2月8日は、AI 崩壊、1週間後にあの監督自ら出席するトークイベント、新宿ロフトプラスワン、はい、あります。で、さらに2月3日には大阪のロフトで、僕は、うん、あの出張版のトークイベントがありますので、ね、単身乗り込むと。これ怖いっすね、で大阪は上じゃないですか、うん、あのしかも初めて大阪ロフトでやるんで、うん、もう、ガンちゃんファンの人に頼むしかないなと思って。関西の連番が読者さんもまあ一定数いるけどね。でもまあキャパどんぐらいなんだね、ウエストって。分かんない、全然見つ行ったことないですよ。初めて出張しますんで、大阪ロフトも来てください、うん、ぜひ。両方ともチケット発売中です、はい、いろいろチェックよろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。チャンネル登録待ってます。